ざけんな。大震災から10年、連続して起こる不可解な殺人事件、本件容疑者として手配。捜査線上に浮上した容疑者とそれを追う刑事。こんなことするわけねえだろうがよ。わあ、なんだ。一人ぼっちの狭いベッド。話がある。利根はまだ何か隠してる気がするんです。あんたに死なれたくないんだよ。生きててほしいんだよ。ビルの屋上。本当は心の優しい私の知ってる利根泰久はそういう人間です。死んでいい人なんていないんだ。今がどんなにやるせなくても明日は今日より素晴らしい。守られなかった者たちへ。